だから腐ったみかんは放り出せという論理ですか、坂本先生。学校には学校の名誉があるでしょうし、教師には教師の生活があるでしょう。しかし教師が尻込みをしたら生徒は一体どうなるんですか。子供を預けている親御さんたちに顔をまっすぐ向けられますか。お宅にだって今日体で一生懸命子供をかばおうとなすった大山先生や鈴木先生がいらっしゃるじゃありませんか。若輩者が言い過ぎるかもしれませんけれども、でも我々はみかんや機械を作ってるんじゃないんです。我々は毎日人間を作ってるんです。人間の触れ合いの中で我々は生きてるんです。たとえ世の中がどうであれ、教師が生徒を信じなかったら教師は一体何のために存在してるんですか。お願いします。お願いします。